アンドレア・コススはイタリア・カリアリ出身の元サッカー選手。主にカリアリ・カルチョで活躍した。ポジションは MF。主にエラス・ベローナでキャリアの序盤を過ごす。カブリーグのチームへのレンタルで経験を積んだ後、ベローナがセリエ B に在籍していた2002から03シーズンにトップチームデビュー。2005年夏、故郷のカリアリ・カルチョに移籍し、初めてセリエ A の舞台に立ったが、 翌2006から07シーズンにはベローラに戻った。2008から09シーズンは再び移籍したカリアリで、司令塔として攻守に貢献し、10アシストを記録した。37節のインテル戦で得点を挙げ、強豪インテルを撃破する金星に貢献した。 視野の広さとパス精度の高さが持ち味の司令塔で2008から09シーズンから2010から11シーズンまで3年連続でリーグ戦で10アシスト以上を記録。2010から11シーズンには13アシストを記録してセリエ A のアシスト王に輝いた。2017年5月11日、クラブ会長のトンマーズ・ジュリーには2017から18、 シーズンにコッスがカリアリに戻ることを発表し、同クラブで3回目のデビューを果たすこととなった。2017年8月28日、247試合目となった最後の公式戦では、AC ミラーに2対1で敗北した。2018年8月8日、アトレティコ・マドリードとの親善試合に出場、試合の7分目に交代で出場し、試合終了後に選手として、 正式に引退を表明した。2010年3月、マルチェロリッピ代表監督に認められ、親善試合のカメルーン戦メンバーとして、A 代表に初選出され、同試合で初出場を記録。南アフリカワールドカップの代表候補メンバー28名にも選ばれたが、最終登録メンバー23名には入れなかった。プロウント LA スキットラーズラ、エコー LA。 リスタデイ 23PAR イルマンディオレイフィグクイット2010年6月1日。ありがとうございます。